失ったものが返ってくる、まあ、今回お金なので失ったお金が返ってきたりする場合もありますし、全体通して大きな気づきを得られるチャンスでもあるんですね。こんにちは、有馬薫です。このチャンネルでは覚醒段階を上げることで現実創造するヒントをお伝えしています。今日は水星逆行についてお伝えしていきます。今年1回目の水星逆行が今月4月に始まります。まあ、実質1回目なんですけど、2022年の年末から年をまたいで1月の18日まで前回あったので、これをまあ1回目とカウントする人もいると思うんですけれども、今年始まるのが初めてっていうと、この4月の21日から5月の15日、この3週間が今回の水星逆行の時期になります。今回の水星逆行は何がテーマかというと、ズバリお金です。お金に関するトラブルが起こりやすくなります。ここに注意してください。どんなトラブルかというと、お金の貸し借りに関して、お金の浪費、まあ、お金にまつわる全てのことですね。ですから、どんなに親しい間柄といっても、この期間は特にお金の貸し借りは NG です。まあ、100円とか1000円とかそれぐらいの金額だったら、まあ、帰ってこなくても別にそんなに気にならないと思うんですけれども、例えばもう10万とか100万とかになると結構な大金ですよね。これを貸してよって言われて、絶対返すからって言われたとしても、普段もそうですけど、特にこの時期はもう絶対貸しちゃいけませんよっていうぐらい、まあ、トラブルに発展しやすいんですよ。帰ってこないだけならまだしも、これが原因でそれまですごく親しくしていたこの人間関係っていうのが壊れるまでに進んでいくこともありえますので、この時期は注意をしてください。それからお金の浪費に関しては、無駄なもの、本来はいらないものでも勧められて、まあいいかなと思って大きな買い物をしてしまう。あと気をつけていただきたいのは詐欺被害ですね。まあ、通常でもこの詐欺っていうのは頻繁に起こってますけれども、この時期は結構悪質な詐欺に引っかかる可能性が大きくなりますので、美味しい話、儲け話などにはくれぐれも乗らないように気をつけてください。あとは投資と名のつくものですね。こういう投資関係もこの時期はあまりうまくいかないことの方が多いので、これもこの時期は避けて、まあ終わった後にゆっくりきちんと考えた上で投資をする、投資先を選ぶ。それからギャンブルも普段まあよくやってる方もこの時期は結構負けが入ることが多くなります。ギャンブルも気をつけてください。さらにこの時期にギャンブルや投資を始めるとすると、後々までうまくいかないというのが続いていきますので、とにかくお金っていうことに関しては十分気をつけて過ごしてください。で、この期間だけではなくて、前後3日間は、まあ、この移動時期になりますので、ここを含めて1ヶ月ぐらいはね、あんまりこうお金に関して積極的に動かない方がいいんじゃないかなと思います。あと、この今回の水星逆行に限らないんですけれども、その時によってその影響を強く受ける人とほとんど受けない人ってこう分かれてきます。それはどういうものかというと、どこにその星があるかですね。今回は牡牛座なので、太陽系や水星の星座がある方は特に気をつけてください。まあ、これはね、星読みなんかで分かると思います。ちょっと私はそういうのは詳しくないので、もしご興味があったらそういうのを調べられるといいんじゃないかなと思います。この水星逆行って
私自身が昨年ねすごい影響を受けたので、そこからもうすごく注意して見てるんですよ。特に昨年の、2回目のかな、水星逆行の時は、ここでもお伝えしたと思うんですけど、顔に帯状疱疹ができてしまって、とても大変な時期でした。でもこれ水星逆行って悪いこと、動かない方がいいことってイメージがあると思うんですけれども、反対にいい面もあるんですよ。失ったものが返ってくる、まあ今回お金なので失ったお金が返ってきたりする場合もありますし、それから全体通して大きな気づきを得られるチャンスでもあるんですね。昨年の水星逆行の時は、私はその帯状疱疹にはなりましたけれども、とてもとても大きな気づきを得ることができて、そこから軌道修正をしてとてもいい方向に行くことができました。なのでこれって気づきをもたらしてくれる時期でもあります。だからといって未然に防ぐためには、この特性を知った上で注意をして、その対策を考えていくっていうのは必要です。でその上で来たものに関してはしっかりとその気づきを受け取って、軌道を修正していくっていうのが大事ですね。これができれば、この水星逆行っていうのはマイナスどころかプラスの方に転じることが可能になりますので、ぜひ怖がることはありませんから、しっかり対策をしてした上で大きな気づきを受け取ってください。で次の水星逆行は今度夏ですね、8月の24日からですから、もう夏、8月の末ぐらいから9月のね、確か16日になりますので、まあそれまではね、また普通に過ごしていただいてもいいんですけれども、やっぱ年に3回はねこういう時期がやってきますから、その時にどういうものがテーマなのかっていうのを、まあ、このチャンネルでも毎回お伝えしていきます。そしてどういうことに注意していって、どういう対策をしていけばいいのかっていうのも合わせてお伝えしていきたいと思いますので、またね、今回、お金ということをテーマに、詐欺、それからお金の貸し借り、この2つはね特に十分に注意をして過ごされてください。今日も最後までありがとうございました。では次回の動画でまたお会いしましょう。さようなら。